スターウォーズ出撃。ローグ中隊は、ニンテンドーから発売された、シューティングゲームであり、スターウォーズローグスクワドロン 3D というタイトルで、エレクトロニックアーツスクエアからも発売されている。現代は、スターウォーズ、ローグスクワドラン。プレイヤーは、主人公、ルークスカイウォーカーの登場する、各種戦闘機を操作し、仲間である、ローグ中隊ともに作戦をこなしていく。 作戦の内容は敵を全滅させるなどの単純なものから複雑なものまであり、その作戦に応じた戦法を取ることが重要となる。作戦終了時のスタートから終了までかかった時間、敵撃墜数、撃墜された味方などのステータスによってゴールド、シルバー、ブロンズのメダルを各ミッションごとに入手でき、 その数によっては隠しステージをプレイしたり隠し機体を使用することができる。各ステージにはボーナスアイテムが落ちていることがあり、それを入手した状態でステージをクリアすると、そのステージで入手したボーナスアイテムに対応した機体のサブウェポンが強化される。出撃。ローグ中隊は、任天堂により日本向けにローカライズされているが、日本語字幕。 英語音声となっている。ローグスクワドロン 3D はゲーム内はすべて英語のままとなっており、日本語のマニュアルが付属されている。続編として、スター・ウォーズ・ローグスクワドロン2と3が発売されている。エピソード4、新たなる希望と、エピソード5、帝国の逆襲の間の話となっている。反乱同盟軍の精鋭飛行部隊、ローグ中隊を率いて、 帝国軍を相手に活躍を繰り広げる。すべての機体にはブラスターが装備されているほか、各機体ごとにサブウェポンが装備されている。また、R2 ユニットを搭載している機体は徐々に、機体のライフが回復していくが、ダメージを受けすぎると、R2 ユニットが破壊されてしまい、回復機能がなくなる。表記してある、サブウェポンは、ゲーム開始時点で搭載されているもの。 v ウイングとスノースピーダーは、本来大気圏内のみで使用される、エアスピーダーという機種であるためか、スピンと宙返りができないほか、最高高度が他の機体より低く設定されている。地面よりある程度置くため、急斜面に突っ込むなどしない限りは地面に衝突しないようになっている。隠し機体のサブエポンは、ボーナスアイテム入手による強化にかかわらず、使用可能当初から、 最高グレードのものが搭載されている。この他に、全ステージ共通で、デフォルト機体などを使用した、同盟軍機が登場する。その他多数。ダーンアスベーダーなど、その他の帝国軍人は登場しない。なお、金メダルをすべて入手すると、出撃機体の制限がなくなるが、ATAT AT の登場するステージでは、スノースピーダーでしか出撃できないなど、 例外扱いのステージも存在する。タロロアンは第三小空戦ステージに登場する惑星。拡張領域のケラビーン中域に含まれている。惑星、ベスピンと非常によく似た環境であり、ディバナガスの産出も行っている。ステージ中の BGM も、エピソード5帝国の逆襲の惑星、ベスピンで使用されたものと同じものが使用されている。当時は、 帝国軍のモフシールドンによって、プラントが占領されていたが、ローグ中隊は、これを駆逐し、タロロアンを解放することに成功する。ゲーム中では、ルーク・スカイウォーカー、ウェッジ・アンティリーズ、ゼブ・セネスカ、ケイさんもあらがここでの任務に当たることになる。帝国軍所有のティバナガス貯蔵タンクを破壊するのが、任務内容であるが、味方のガス貯蔵タンクもあるため、 五者には気をつけねばならない。なお、このステージは、激しい高低差があるため、スノースピーダーと V ウィングは使用できない。スターウォーズローグスクワドロン 3D1.2 アップデートパッチ。エレクトロニックアーツ。2008年10月6日閲覧。ありがとうございます。